はい、どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、皆さん、本日は秘宝になります。はい、何かと言いますと、シーズン4、ザムダムダン、特に変わらず。ってことで、まずいですよ。あのね、最強武器、ファルでさえね、弱体化が入ったのに、なんで運営はザムザム弾をね、弱体化しないのか、せめてまあ値段上げてほしいところではあるんですよね。トレーダーからさ、75円でね、買えるあのザムザム弾なんですが、もう性能全く変わらず、そして値段も変わらず、まあ、一応ね、テストサーバー見に行きたいと思います。はい、ということでね、こちらテストサーバーにやってきたんですけど、見てください。何にも変わらない。もう皆さんのね、手元にある本サーバーの基本情報と弾丸ステータス、何も変わってない。これはひどい。マジでさ、ザムザム弾がね、もうどうかしちゃってんですよ、このゲームは。でさ、TS5 とね、ビゾンも追加されるでしょう。よりね、9ミリの武器が増えたってことは、よりザムザムに当たる可能性が上がるってことなのよ。もう最悪なのよ、本当に。これどうにかしてくんないとさ、いけないんですけども、どうにもならないんですよ、マジで。はい。どうかしてるぜ、本当に。ちょっと待ってください。ザムザム弾って誰から買えるんだっけ？うるさ。はいはいはい。もうとりあえずアンロックとか、どうでもいいかな。ザムザム弾を売ってるのは君じゃないのか。君は、とりあえず冤罪だったわ。すまん、謝る。ちょっとうるさいうるさいうるさい。ちょっと黙ってください、本当に。君も売ってないんだね。すまん。マジで謝るわ。おい、ジョエル、もしかしてお前か？お前さ、ザムザム弾売ってるってマジ？さすがに犯罪だぞ、それ。おい、ジョエル、お前もザムザム弾は売ってない。すまん。いやもう誰、本当に売ってんの？諸悪の根源、誰？じゃあうるさいうるさいうるさい。ちょっと待ってって。誰が売ってんの、本当に。誰も売ってないのか、もしかして。あれ、おいトーマス、お前売ってるよな、ザムザム弾。あ、売ってんわ。あ、ただ、おい待ってくれ、単価95円に上がってます。これ75円ですもんね。お、待って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 、皆さん朗報です。ザムザム弾の値段ついに上がるってことで、95円になってますよ、これ。え、マジか。え、これはいいじゃん。いいアップデートじゃん。なんて言うと思ったか。安すぎるわ。ふざけるな、マジで。おい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 。これ28,500円でしょ、300発で。まあ、6,000円の値上がりですか。はい。いやー、もうちょっと上げてくれても。いや、マジ、300円ぐらいにしろって、本当に。マジで。悪いことは言わないから。それだったら、まあみんなさ、許してくれるんじゃないの。ザムザム芝居ても美味しくないのがね、問題なんですよ。この玉のね、値段がまずいのにさ、これだけ強いってのはおかしな話ですよ、本当に。基礎ダメージを下げるか、玉の値段上げろって言ってたろうが、マジで。もう分からせるわ。運営にね、何を言ってもね、分かんないんで、僕が証明します。じゃあ、もう今回はね、ブチ切れました。はい、ブチ切れ案件ってやつ。本当は 7N31 弾詰めたかったのにさ、俺はザムザムを使って犯罪をします。ってことで、本日作ってきたのがこちら。緑色のやつ。これやばいよ。基本ステータス。垂直89、89! 水平89、89! で、エルゴノミ89、89! 精度が89、89!で、腰打ち安定度が89、89! 有効射程が89、89! 追加ステータスが89、89! スニーク速度が 89%、89! で、移動腰打がプラス 89%、89! ってことで、やばいっすね、これは。完全にヤクザ。もうただのヤクザです、本当に。もうやばいです、これは。もう強すぎる。おかしいでしょ。この武器にかかれば、もう全員ね、ギタギタのボッコボコですよ。はい。ってことでね、今回はこちらのベクター9を使って、ダムダム弾を詰めて、犯罪を犯していこうと思います。いやー、
値段が少し上がったぐらいじゃ誰も許してくれませんよ。世間はそんな簡単には許してくれやせんよ。はい、ということでね、早速射撃場にやってきました。ノンリコイルで撃ってきまーす。いや、せめて200円だろ。いや、やっぱ300円だよな。300円にしてくれたらね、みんなそんな文句言わないと思うんですよ。ザムザムしばいたら美味しいからさ。いやー、ちょっと300円にしていただくことはできねえかな。シーズン5に期待ですね。もうシーズン4はさ、無理だから。はいはい、こんな感じでね、旬どけします。これがまあ6装備であっても関係はナッシング。ほらほら見てください。はいはい、6層終わった。あーあーあああ、もうみんなね、今メンタルブレイクアウトしたね。これが人だとしましょうか。はい、行きますよ。はい、1人やめた。はい、2人やめた。3人やめた。はい、フルパ全員やめちゃいました。今メンタルブレイクアウトを。人口4人減った。これなんですよ、運営さん。マジでお前バカか、本当に。何を考えてんだ。で、これね、レッグメタじゃあ許しませんってなったじゃん。じゃあこっち当てればいいんでしょっていう。はい、終わり。普通に終わる。マジでさ、レッグメタ許しませんアーマーもね。じゃあ足に当たったら、しばけるんでしょっていう、結局。じゃあ太ももよりも下の、このすねに向かって打ったらどうなるかなって。え？なんでしばけないの？あそこ当たり判定ないんかい。はい、ということでですね、秒速4センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いします。あと1秒遅ければ、新海誠パワー注入されて勝ちが確定したんですが、まあ惜しいですね。いやー、今回ね、まあ不本意ながら、ザムザム団という名の犯罪、まあ滞在ですよね。7つの滞在のうちの1つ、ザムザムってありますからね。強欲、色欲、憤怒、あとはザムザム、ザムザム、ザムザム、ザムザム。ね、これで7つの滞在って言うんですよ。マジでさ、何を考えてるんだ、運営は。ちょっとマジで弱体化してほしかったわ。まあ、ダメージ弱体化してくれるのが一番いいんですけどね。77って高すぎるんで、はい。まあ、それにしてもとりあえず、まあ、ここで湧いたなら、別荘向かうが世の情けと思うじゃないですか。いや、これ向かわないんですよ、僕、鍵ないから。ちょ、待て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 。こっち側の敵しばいた方がいいぞ、みんな。そっちの別荘行ってもうまいもん出ないぞ。赤アイテムなんてものはね、幻ですから。ちょっとそんな幻のさ、アイテムにね、目もくれずに、僕はこっち側やってきたわけ。こっちで待ってた方が強いよな、確実に。ちょ、待って、怖い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 。ちょ、そっちのさ、あっち脇が怖いんですよ。わかります？そっちとかあっちとか言ってますが。とりあえず、こっちにいるんだよ、前線拠点。ちょ、みんな助けてくれ。ついてきてくれ。フォローミー。敵を見つけたって。ちょ、待ってくださいよ。なんで誰も来てくんないの。ちょ、頼む。4番さん。アンダースタンドって言ってさ、来ないの何それ。ほんと、もうやめてくださいよ。ちょ、一旦ここで僕は動かざるごとかな、ほんと。足音入ってからね、ちょっと対策しましょうか。それまでは特に動かざるごとでいいかもしんない。動く必要一切なし。ここで待ち続けましょう。ここのね、待ちムーブが最近激アツ。まあ、僕ね、インドをしばいたこともありますが、ここで、過去には。いや、これ絶対強いんだよな。あっち脇の奴らをここでさ、コテンパンにしてやろうぜ。で、あとはね、安全帯使って安全に帰っていく寸法さ。あっち側から、来た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 、1枚来た。はい、見えてます見えてます。はい、来ました。いらっしゃいませ。こんにちは。あなたの墓場ですよ、ここが。もう終わりですからね、あなた、普通に。はい、終わるよ、それ。もう近づいてこい。どんどん来い。どんどん来い。あー、来たわ、一人で。かわいそうに。さよなら。はい、じゃあもうこれで終わるわけ。はい、GG 対戦ありがとうございました。これなんだよ、ザムザム団のやばいことは。わかる？こういうことなの。えぐいでしょ、これ。これだけで終わってしまうっていう、人の人生が。マジでこれ、あー、べ、どうしたどうしたどうした、どこどこどこ、あいつか。ちょ、待って待って待って。はい、君も終わらすっていう。で、これザムザムで確定したんで、もうフルパ壊滅です。はい、終わり。対戦ありがとうございました。おしまい。こういうことなのよ、本当に。つまんないね。ザムザムはつまらんね、本当に。すまん。まあ、つまんないってのはわかるんだけれども、僕もね。ただ、これはね、許せないってことをね、教えたかった。後打ちでも勝てるっていう、今みたいに。えぐいでしょ、本当に。これで6装備が手に入るんですよ、みんな。まあ手に入った人は嬉しいでしょうね。ただやられて嫌なことを人にするなって習わなかったか。習ってないんか、みんなは。ザムザム団にやられた時さ、みんな苦虫踏んだようなさ、苦い顔するんですよ。
嫌でしょみんな、ザムザム団にしばかれんの。じゃあやめましょうよ。今使ってる僕が言うのもなんですけど、これはね、運営に対しての、まあ僕のね、メタファーなんで、はい。終わってんわ。M24 ゲッチュ。で、まあ、防具は終わってるんで、とりあえずね、拾いません。で、あとはガスグレと、回復となんか知んないけど、リグももらっちゃおっか。もう僕協力しないから、野良には。もう呆れた。野良は僕のこと裏切ったのにさ、僕に協力を求めてくるなよな。あ、びっくりした、びっくり、何それ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 。いるんか。まずい。撃たれたんですが、普通に、コンは。なんで俺のこと撃ってきたの。ちょ、待って。いるぞ。とりあえずここで、一旦動かなくていいか。ちょ、何今の。今の銃声何？怖すぎる。お、待てよ。確定したはずなんだけどな。どういうこと？今の何ですか？とりあえずマガジンはフルってこと確認しておいて。これめんどくさい。いや、人じゃないよね、今の。違うよね。ちょ、待って、わかんないんだけど、普通に。誰？ちょ、焦らせられたわ、ほんと。最悪。で、この辺しょっぱくて、これは持って帰るとか。で、こいつ縛いて。ロールアップして、ぶち込みましょう。はい、じーじ。いやー、恐ろしいよね、ほんとに、ザムザムっていうのは。これが、犯罪者ザムザムの最強の力ってやつ。わかったか、みんな。ま、一旦ね、気持ちを落ち着かせましょうか。ASMR のお時間です。ちょ、マジでさ、ザムザム使ったら、ろくなことになんないから、ほんとに。敵が。大金は稼げるよ、もちろん。でもね、結局、ザムザムに溺れたものは、ザムザムにね、仕返しされて、で、それがね、負の連鎖なんです、本当に。もう、くだらないから、僕たちがね、使わないっていうのが、やっぱりこのザムザムをね、抑止する鍵になるんですよ。で、こっち側でも芝居たよな、僕は。はい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 。ザムザムの餌食がまたここに一人。で、なんかちょっとこっちさ、抜いとくか。よくわかんねえけど、なんかしょっぺえな。しょっぱいしょっぱいしょっぱい。ザムザムの餌食になった人、ちょっと今回しょっぱすぎ。マジか。どうしよっかな。これ入れとくか。こっち入れて入れて。ああ、AP 弾うまし。ありがとうございます。まあ、AP 弾ぐらいね、詰めててほしいよ、本当に。ザムザムなんて詰めないでほしいわ。あ、で、このさ、鎮痛もうまいんで入れとこ。で、バックパックもうまいんで入れとこ。入るか。ロールアップして、じゃあこっちもね、しばいてあげて、ジムバックしばいて、で、ウィンドのマガジンももらって、で、あとはもういいか。いらねえか。このリグは何円？ 7000 円。これいるわ。これ普通にいるわ。しかもなんかこれ入ってなかったし。縛いておこうか。全部縛いて、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 縛いて。これ折りたたんで、あ、これ入んないんか。なんか来た。誰？マジでびっくりした。ふざけんな、お前か。さっきの謎の銃声は。縛いとくわ。4倍ザムザムマジで強いわ、ほんとに。神この武器。これリグ入らんな。どうしよう。ちょっと待って。何かしら、いやもう無理か、これ。ちょ、リグが入らないんですが、どうしましょう、みんな。入らないものをね、どう考えても入らないんですよ。どうしましょう。どうしよう、これ、マジで。もったな。あ、じゃあ、これ芝居、あ、これ芝居ってこっちにすればいいんだ。あ、完成しました。ヘルメット捨てて、これを持って帰るっていう、まあ、新しい発想な、これが。じゃあ、まあ、あとは、お注射がっつり入れてあげて、帰りましょう。RV パークから帰っちゃいます。さよなら。終わったわ。さあ、ASMR しながら帰りましょうか、あとは。いや、ひどい。それにしてもひどすぎた。マジで簡単すぎるんだよな、ザムザムなんて使ったら。僕にザムザム使わせたら、もう鬼に金棒ですからね。サトシにピカチュウですよ、本当に。若干の値上がりを評価してもらえると思うな、運営。そんな程度で、俺たちが満足すると思うな。せめて200円だ。95円はまだ安い。一発95円の弾をさ、ばらまいてるだけで6層がぶんどれるなんておかしいよ。やめましょうよ、レッグメタをさ、強くするの。もうなんか、ビゾンとかさ、TS5 とかさ、なんか9ミリのね、武器がなんかたくさん出るにもかかわらず、それでもなおね、ザムザムを弱体化しない。何をやってるんだ！あんたたちは！ふざけんな。マジでちょっと運営さん。考え直してみてください。本当の本当に。これで本当にいいのかと。ちょっと待って。俺さ、考え直すことあってさ、これロールアップじゃなくて、これさ、待って、あー待って縛いちゃった。待って、間違えた。今俺考え直してみてほしいってことを聞いてさ、俺考え直すことになったんですよ。見て。これこうやったらさ、入ったじゃん。入ったじゃん！ヘルメット。考え直
せよ今みたいに。おいマジか、運営分かったか。これが考え直すことのさ大切さな。頭のさ回転を切り替えろ。180度さ回転させたらさ世界変わるから、ザムザムの値段を上げてみな。一回でいいから、それだけで評価されると思うよ運営さん。そんな簡単なことでさみんなが満足する世界なのに、運営さんはねいつまでザムザムだをね安値で放置しておくんですか。もうダメージを下げないというね判断なら仕方がない。なら玉の値段を上げろ。そうすればザムザムをしばいた時に、しばいた人もハッピーで、しばかれたザムザムの犯罪者はアンラッキーってことで、全てが丸く収まる。頼むから僕の話を聞いてくれ運営、頼む。今日だけでいい、この動画を見てくれ。俺は結構タイトルに挑戦的な言葉を使ったり、運営ふざけるなって言葉を使う。それはあなたたちに見てほしいった。前まではね運営聞けとかいうねタイトルにしたら、その日のね夜にこんがりさん動画見ましたよわらとか言って、何笑ってんねんと。俺はさそんなさふざけたような感じで言ってねえから、ガチのマジでキレてるから運営に。だから頼むから反応してくれ、俺のこの心の叫びに。心が叫びたがってんだよ本当に。ここいないか、ちょ怖いな。一回さスモーク耐えとこう。ちょこっち側怖いからスモーク耐えてあげて、敵のですね目をつぶしてあげる。でこっち側にもスモーク耐えて、で安全帯使って安全に帰りましょう。対戦ありがとうございました。で僕があと見るべきはこっちとあとあっち側。まあでも来ないだろうな多分。まあとりあえずジージーよ。その中にいる場合ももう目がね潰れてしまって見えないんで、もうこれ対戦ありがとうございました状態に持ち込んでます。はい完璧。ってことで残りね8秒、経ったら僕は帰るんで、もう両手離してもいいわ。あまずい、まずまずまずい、これ切れちゃった、まずい。ちょ両手離してる場合じゃない。対戦ありがとうございました。完璧なレイドでした。まあ内容はね全然完璧でもなんでもないんですが、ただのね犯罪です。はい、ということでですね本日の最終結果はこちら。12万円。いやーまあ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 、しょっぱいっちゃしょっぱい。待って、あれもう一人の武器、あスカーか、びっくりした。俺もう一本武器持って帰れるじゃんと思ったけどスカーだったんだ。まあ、しょっぱい武器なんで、まあ、置いてきましたね。まあ、ってことでですねかなりいいムーブじゃないかなと。はい、あの別荘最速脇をねあえて別荘に行かずに前線拠点局に行きにね、畳みかけるっていう、あれめちゃめちゃいいんでね、かなり強い立ち回りだと思いますので、皆さんね参考にしてみてください。ただザムザムだけは参考にしないように。はい、このベクターね無反動なんで、無反動でねザムザムってことはもう足当て余裕なんですよ。うん、でまあ有効射程が40ですけど、まああのくらいの距離だったらね4スコフルオートで当たりますから、もうダメです。はい、これはダメ、真似しないように。良い子は絶対真似しないでください。以上こんがりでした。じゃな、じじー。